ハロー YouTube。 今日はですね、断片的なものの社会学という本を紹介したいというふうに思います。岸正彦さんが書いた本なんですけど、正直久しぶりに打ち抜かれました。これは本当名著だと思います。紀伊国屋人文大賞とかも受賞していたりとか、上野千鶴子さんという方が久しぶりに読み終えるのが惜しいような本に出会ったっていうふうにおっしゃってるんですね。で、実際僕もですね、非常に心が震えた名著だったので、これかなり長い本なんですけど、そのエッセンスをまとめて短く紹介していきたいというふうに思いますので、やっていきましょう。それではいきましょう。久保田望のアンテナ。ということで、今日は断片的なもののですね、社会学という話を見ていきたいというふうに思います。これは非常に面白い、なんていうかヒントが詰まりまくっているような本なんですね。何かっていうとですね、人生は断片的なものが集まってできているっていうね、ところからまず始まるんですよ。断片的なものが集まっている、そうなのかなっていうふうに思うとね、まあ確かにそうですよね。なんか僕たちはこういうふうに生きてきて、こういうことをやってきたんですっていうストーリーとか物語っていうのを信じている一方で、どうしてもそのストーリーラインとかには乗らないけれども、ちょっとした何気ない日常の話っていっぱい転がってますよね。めちゃめちゃ断片的ですよね。そういう断片的な話っていうのがあるよねっていうことを、社会学を仕事にしている著者が気づいたっていうのが、これが面白いところなんですよ。まずね、この本はね、その岸さんの反省の弁から始まるんですよ。これ何かっていうと、社会学を仕事にしている著者がですね、こんな風に自分の仕事を振り返るんです。私たちの仕事は、見ず知らずの方に1時間から2時間のインタビューをしますよと。そして断片的な記録をそのままその人の人生だと一般化して全体化する、それは一つの暴力なんじゃないか、こんな風に自制するんですよ。これはね、かなり重たくて衝撃的な言葉ですよね。これウェブのマーケティングにおいても、ペルソナを作ったり、カスタマージャーニーマップを作ったりして、もしくは少ないアクセス数の中から、この人はどういう気持ちなんだろうってことを想像したりして、この人をちょっとでも喜ばすための施策を考えようっていうふうに、こう一生懸命考えるんですけど、この岸さんはそういう行動全てに対しての自制の念っていうのを抱いてるんですよ。これがすごいよね。見ず知らずの人の断片的な情報だけでその人のことを全部分かったような気になるなんて、俺たちは傲慢なんじゃないのってことを痛切に言ってるんですよね。これは確かになって思います。そして一方で、社会学者は仕事として他人の語りを分析する、これは暴力とは無縁ではないのだってことを言ってます。ってことはですよ、私たちウェブのマーケティングに携わっている人に関しても、この暴力をしているぞっていうふうに考えることができるわけですね。これを聞いててね、俺はすごい胸が痛くなった。そうだな、確かにな。でもよくこの自分の仕事をねしている中で、そういうふうにちょっとこう引いた目でもう一度自分の仕事を見つめ直すって、本当にこの仕事のことを探求してきた人なんだなってことを僕はすごく思ったわけですよ。そしてここからがね、ちょっとね、岸さん変態なところがあるんじゃないかなって個人的には思ってるんですけど、岸さんの変態な話が出てきます。これ何かっていうと、逆にとね、ここまではね、なるほど、そうだな、俺も痛いところあるな、あ、耳が痛いなって思ってたんですよ、ね、ここからね変態になってくるんですけど、逆に全体化も一般化もできない、人生の破片に強く惹かれるんだ、これらの小さなものたちは独特の輝きをしている、小学校の時に無数に石があった、それをこうやって岸さん眺めてたんだって。石があるな、うん、ここにも石がある、あそこにも石がある、岸さんはそこで衝撃を受けます。何かわかりますか？無数の石があった中で、たった一つの小石を見つめ直すことにより、この小石になる瞬間を見つけたんだって。わかります？全体の大量の無数の石があるぞ、小石があるな、散らばってるなっていうところから、この小石ってね、なんなくない？なんないよね、普通はね。だからこれは岸さんやっぱ変態なとこなんだよね。これでもね、俺すごいと思ったんだよ。これ確かに今まではさ、その小石は小石でしかなかったわけじゃん。あ、まあ小石に例えなくてもいいや、じゃあどんぐりとかで例えようか。
ちっちゃい頃になんかどんぐりを拾って集めたりしませんでした？で、どんぐりを見つけて、あ、このどんぐりなんか綺麗だなとかね、あ、このどんぐりはなんかちょっとギザギザだなとか、傷ついてな誰かがちょっと踏んだ跡があるなとかさ、そういうどんぐりっていっぱいあったじゃないですか。その中でも特別などんぐりをさ見つけてさ、ちょっと磨いたりしてさ、そしたらキュッキュしてさ、結構綺麗な色になったりするのよ。そしたら俺のどんぐりみたいなさ、俺が育て上げたどんぐりだぜみたいな、もう特別なものになったりするよね。そういう無数の大量にあったものが自分とリンクする瞬間っていうのを見つけることができるっていうふうに岸さんは語ってるんですよ。俺ね、この著者の好きなところ何かっていうと、あのね、語り口がねとにかく優しいし、語り口の言葉になってる、本って言葉になっているその手前ぐらいに著者の俺眼差しがあるんじゃないかなと思ってるんですけど、その眼差しがなんかあったかい気がするんですね。まあ、ちなみに僕は岸さん会ったことないです。全く会ったことないんですけど、勝手にその眼差しを感じるんですよ。そういう温かい眼差しがあるから、この小石になる瞬間を見つけたんだと思うんですよね。で、ここからがねまたすごいことを言うんだけど、膨大な数の人々が何事もない普通の物語を生きてるんじゃないのっていうふうに言ってるんですよ。まあ、確かにそうですよね。僕たちはハリウッド映画みたいにとんでもない大事件に巻き込まれたりはしないし、なんか体がアリみたいにちっちゃくなったりはしないし、なんかスーパーマンみたいに空を飛んだりはしないですよね。何事もない普通の物語を生きている、これには特徴があるって言うんですよ。誰にも隠されていないが誰の目にも触れないよ。これってさ、まさにさ、この小石って言った瞬間の考えに近いですよね。確かに多くの人生は誰にも隠されてないが誰の目にも触れないんですよ。それに対する温かい眼差しを岸さんは向けて、その断片的なものを愛してるというか、そういう気持ちがある人なんですね。で、ここからさらに面白いんだけど、物語は絶対に外せないメガネのようなもので、物語から自由になり、自己や世界とそのままの姿で向き合うことっていうのはできないんじゃないかっていうんですよね。確かに僕たちは無数の小石ってことを感じたりもするけれども、自分の人生について語るときはどうしても絶対に外せないメガネがあって、そのメガネで自分たちの物語を築いていますよね。それはポジティブな物語であってもいい、俺はこういうふうにやってうまくいったんだっていうものであってもいいし、真逆の人もいるのね。自己肯定力が低いとかさ、自分は何をやってもダメなんじゃないか、私はダメなんじゃないかとか、私は根本の自信がないとかね、そういうのも一つの物語じゃないですか。そういうふうに自分がそのメガネを外せない状態になっちゃってるっていうだけの話なんですよね。でもその時に見えている景色が本当にあなたが見ている景色ではない、本当にその人が歩んできた人生そのものではないんじゃないのってことをこの小石が投げかけてるわけですよ。もしかしたら自信がないっていうふうに言ってた人も、すっごい昔のことを思い出してみると、小学校の時のあの時とか、幼稚園の時のあの時とか、最初に何か言葉を言った時とかさ、手をこうやってなんかこう開けたり閉めたりした時とか、初めて泣いた日とか、何か誰かがその行動をすごく喜んだ瞬間って絶対あったはずなんだよね。だけどそれが無数の物語の断片的なものとして扱われてしまって、その人の物語からいつしか消えちゃったってことを俺は言いたいんですよ。その物語が本当は大切だったはずのものなのにもかかわらず、その物語は断片的な小石のようになっていて、自分だけが取り出せない状態になってるかもしれない。しかもその物語は多くの人にとっては誰にも隠されていないが誰の目にも触れないような些細な物語なんですよ。でもその些細な物語を自分が自分でつけたメガネによって外してしまって、見えなくしてしまってるんじゃないかってことを突きつけてくるんですね。そしてですね、ここからさらにすごいことを言います。私たちにはいつもどこに行っても居場所がない、だからいつも今いるここを出てどこかに行きたいんだっていうふうに言ってます。これはなぜなのかというと、居場所という言葉を考えてみてくださいってことなんですね。居場所っていう言葉を使うときにポジティブな言葉になりますかっていうことを言うと、確かにそんな言葉にはならない。そもそも居場所を感じているときは居場所って言葉なんて絶対使わないんですよ。ここは俺の居場所だってあまり言わなくて、居場所がないな、なんか居場所がないっていう否定的な時にやっぱり使いますよね、居場所って言葉って。居場所が問題になるときは必ずそれがないときだ、
だから居場所はないか、一時的に忘れているだけなんだっていうふうに著者は分析をします。そんな時著者はある断片的な記憶を思い出します。それは著者の生徒にまつわることでした。その生徒はいつも私には居場所がない、居場所がないっていうふうに泣いていた女子生徒だったらしいんですね。そしてその生徒は居場所がないからって言っていろんな海外に行きまくったんですってあっちこ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 っちって。でそれを見て、それはそれですごいな、頑張れっていうふうに著者は思ったって、何のこっちゃっていう話なんですけど、でもその後ね、この著者が言うのは、移動しなくてもこんな風に世界を飛び回ってガンガンやったりしなくても実は出口っていうのはあるんだよっていうふうに教えてくれるんですね。著者の場合は何だったかっていうふうに言うと、岸さんの場合ね、岸さんの場合は何だったかっていうと本だったっていうんですよね。それがそのまま外に向かう窓のように見えたんだ、ここに四角い本がある、その四角い本がまるで窓のように世界に向かっていくようなそういうものだったんだっていうふうに著者は言っています。そしてここからですね、そもそも自分たちは正しい言葉の使い方っていうか、多くの人を傷つけない言葉の習慣を持っているのだろうかっていう問いっていうのをこの著者はするんですね。それ何かっていうと、私はっていう言葉を使ってますか、主語に使ってますかってことなんですけど、例えばですね、私はこの色の石が好きっていう言葉だったとしますね。これは多くの人を傷つけない言葉です。一方でこの色の石を持っている人は幸せだっていう言葉を使ったとしますね。これって分離を生んでるの分かります？この石を持ってる人、持ってない人っていうふうに比べてますよね。これを比べることによって優劣をつけてしまってる、そこにジャッジの要素をつけちゃってるってことなんですよ。私はっていう主語から始めることによって優劣をつけずに会話をすることができるよ。こういうふうに正しくあろうとかっていうふうにするとですね、必ず排除っていう概念が付きまとってしまうんじゃないのってことをこの著者は言ってるんですね。これってなんか一見するとこの辺の話ってつながってるようなつながってないようなって、そういう感覚覚えません？僕も本を読みながら、あれこの話ってつながってんのかな、でもなんか心に残るな、あれこれつながってんのかな、でもなんか心に残るな、そんな感じの読み方しました。これ多分ね、著者のね設計なんだと思うんだよね。俺この断片的なものの社会学だから、社会学を一個のそのルートでまとめて物語にすることは暴力だってことをはっきり言ってるわけですよ。なので断片的な、なんていうか社会学っていう風に言うよりはエッセイみたいな、そういう感覚の僕らにとっては本だったんですけど、でもその一つ一つの言葉がすっごく心の奥底まで届くような、そして示唆深い、まあ、言葉になってるんですよね。で著者の主張は何かっていうと、様々な価値観を大切にした方がいいんじゃないのってことを言ってます。そして今世界から寛容さが消えているんじゃないのってことをまあ言ってるわけですね。まあ、確かに昨今いろんな事件が起きていたり、 SNS とかで話題になっているような誹謗中傷とかっていうのもそうですけど、どうしてもですね、これが正しいっていうふうに思い込むと、正しいっていう人と間違ってるっていう人をグルーピングしてしまっている。それは言ってみれば絶対に外せないメガネのようになってしまって、悪いっていうふうに言われた人はやっぱりその人の物語があるわけだから、そうじゃないっていうふうに反論したいっていうふうになってしまう。つまり区別をしてしまうし、分けてしまう。分けてしまうことによって、本来は断片的なものっていうのは断片的なもので、そのまま独特の輝きがあったはずなのに、いつの間にかそれをステレオタイプに踏襲してしまって、誰かを攻撃するような言葉になってしまってはいないでしょうかっていうことなんですよね。なのでこれはやった方がいいよって常識っていっぱいあると思うんですよ。人間関係ってこういうふうにした方がいいよとか、そういう言葉っていっぱいあると思うんですけど、そういう時に自分が何かをこう言いそうな時に、この断片的なものの社会学っていう本をですね、もう一度読んでみたりすると、自分の心がちょっとポッと明るくなる、温かくなるような感覚を覚えることができます。僕たちは物語の中で演じる演者ではなく、そもそも断片的な、そして個性的な輝きに満ちた個人なんだ。しかもわざわざ全ての一日一日を同じ物語で説明し直さなくてもいいんだっていうことに、この岸さんの断片的なものの社会学っていう本は突きつけてくれるんですね。これは多くの現代の悩める人に刺さる名著なんじゃないかと
個人的には思います。というわけで今回のですね話を聞いて、ここが面白かったなとか、感想があればぜひコメントに書いてください。また高評価ボタンぜひお願いします。そしてチャンネル登録していただくことによって新しい本の紹介だったりとかマーケティングに役立つ情報だったりをふんだんにこう提供していこうというふうに思っていますので、ぜひこの機会にチャンネル登録をお願いします。というわけでマーケティングって本当に面白いですね。さよなら、さよなら、さよなら。